はい、レオンチャンネルです。7月に入りましたので、今月レビューする予定のデラックス玩具と食玩とガシャポン、こちらを確認しましょう。まずは1週目の2日、土曜日は特に主だった発売はなくって、次の週の9日はウルトラマンオーブが始まりますから、めっちゃ楽しみ。ウルトラマンさん、ティガさん、光の力お借りしますという変身セリフでおなじみのデラックスオーブリングが発売します。他にもオーブのソフビとかカードホルダーに、さらに怪獣系も出ますね。第1話で登場予定のマガバッサー、今回のオーブのオリジナル怪獣です。他にもマガグランドキング、さらにカードセットも早速出ますから、合体音声遊びがはかどりますね。最新のシンゴジラの2016版ゴジラとか、ミレニアムゴジラも出ますね。結構ゴジラ関係が熱い。そして翌週の7月16日はついに妖怪ウォッチ3が発売しますので、それに合わせて妖怪ドリーム01、メダルは出ますけど、対応のデラックス妖怪ウォッチドリームは月末の発売ですから、とりあえずはゲームで使うような感じで、あ、しかもちょっと IC チップが入ったせいか値上がりしてますね。1枚入りで227円、おー、ちょい高め。あとは巨大変形基地デラックス10ランドベース、10王キューブとかミニフィギュアを使って遊ぶデラックス玩具ですね。畳むとキューブになると面白そう。他にはマイケシスターターセットの新作が発売するのと0304、16日はこんなところで、次の週の22、また金曜日に一部アイテムが出て、グフのアニメバージョンとルークスカイウォーカー、これエピソード4のこのバージョン欲しかったんですよね。というかエピソード2、3系のアナキンとかはいつ出るんですかね。早く欲しい。そして23日の土曜日にはアーツのウルトラマンが始まります。おそらくウルトラアクト関連は一旦一段落して、アクトアーツシリーズが出るぐらいで、ウルトラマンもアーツ化されていくみたいですね。まずは初代ウルトラマンが発売して、それに合わせてアニバーサリーエディションのオプション追加セットも出ます。僕はこっちを予約しました。そして獣王キューブウェポンの新作キューブコウモリ、これでやっとワイルド搭載キングが完成します。なんか見た目がすごいさっぱり。ウルトラマンオーブの02のソフビーバーンマイト、ウルトラ怪獣デラックスのマガジャッパ、デラックス系はカードが付属して、普通のやつは付属なしなんですね。マガパンドン、23日は以上で、翌週の月末30の前にまた金曜日に出ますね。ロボット魂のルナザク、ガナザクウォーリアのルナマリアキ、インパルスより先にこっちが来ちゃいましたね。アイカツアーツのしぶきランが出るのと、で30の土曜日にはキタデラックス妖怪ウォッチドリーム、これめっちゃ楽しみ。また音声が全部新しくなってるみたいですから、召喚音声早く聞きたいですね。妖怪ミステリーファイル、これはメダルドリーム01対応のファイルですが、まだ画像が来ておりません。 USA ケース、あ、USA の新作メダルパックも出て、こっちは1パック2枚入りですね。あとは妖怪ガシャコロシリーズの久しぶりの新作、デラックス妖怪ドリームルーレットガシャガシャマシン、面白そう。ちゃんとガシャコロシリーズは継続してちょいちょい出してくれますよね。おしゃべり妖怪シリーズもちょいと久しぶりで、おしゃべりトムニャン、こんなものが出ますし、ガシャコロシリーズの対応のものも発売します。集まれ10万シリーズ、これはお、ぬいぐるみ、セーラーに、レオに、タスクに、アムと、4種類全部あって、残念ながらヤマトはないんですね。10万じゃないですから。こんな可愛いぬいぐるみが一気に4種類発売します。デラックス玩具は以上ですね。それでは食玩も確認しましょう。まずは1日にいつものパンが発売して、4日は特になくって、5日にガンガンアクション魂の新作、今回はディープスペクターに
早くも無限魂にまさかのレジェンド系の着せ替えが来ます。 GC 関連では発売しませんでしたけど、食玩版で出してくれるんですね。さらにソフビヒーローの野生解放バージョンがちゃんと5人分発売するのと、ちょっとでもボリューム抑えめ、12日にはミニプラ搭載中央、こちらがこのようなバラバラのパーツで発売しますね。今回も稼働がすごそう。7月15日にはオレッチジバニャン弁当焼肉だにゃん。もうジバニャン関係ありませんけど、ジバニャンの焼肉弁当、おまけ付き焼肉弁当とおまけ付き唐揚げ弁当が発売します。で、26にアクションチェンジ搭載獣王、一発変形食玩の搭載獣王関連が出るのと、オーブのバーサスソフビ対決セット、こちらも発売しますね。ではガシャポンも確認しましょう。まず上旬はガシャポンゴーストアイコン14、今回はコロンブスの再録と、あと全部再録系ですから、スルーかな。中旬は正義のダブルジャックマスコット、お久しぶり。今回はイマジンとかジョーカーとかアンクがいますね。前もアンクいましたっけ。ガシャポン獣王者ウォーターガン、夏ですから水遊び系が出るのと、獣王者ビッグサイズなりきるウェポンの03、おー獣王ザガンロッド欲しい、獣王ザワールド関連のこの3つ欲しい。中旬はこうで、下旬はガシャポンゴースターコン15、おこれ来た。デラックス版と違って今回45ゴーストアイコンのガシャポン食玩系はボタンと連動して中が回転するんですよね。これは絶対両方とも欲しい。さらにナイチンゲールのガシャポン版が出ますね。あとは再録系、あ、メッキ祭り、へー、メッキが出やすかったりとかするんでしょうか。妖怪をメダルドリームの USA01 ガシャポン版1回200円、妖怪メダルも高騰してきましたね。他には獣王者の、あ、来た、可動変形シリーズ、これはもうクオリティが約束されてますから、コンプセットを買おうかな。全4種類で合体画像は書いてありませんが、あれ合体しますよね。ん、する、大丈夫、なんかこの感じだと可動変形のみ、合体後の画像が載ってませんから、もしかしたら合体しないのかも。どうなんでしょう。まあ、とりあえずこれは買いましょう。ガシャポンも以上です。そして魂ウェブのカレンダーを見ると、7月16日にアーツの仮面ライダーブラックが再販されるのと、魂エフェクトも一部再販、そしてプレ版から到着するのは、お、真骨頂アーツのアルティメットフォーム、これ今月ですね。なんか早い。他には魔界稼働のリニューアル版のゼロ、これが到着するのと、以上ですね。はい、ということで今月のレビュー予定カレンダーを確認しました。ライダー系は一段落つきましたけど、獣王者関連がちょいちょい出るのと、なんといっても今月はウルトラマンオーブですね。 X が終わってウルトラマン関連レビューも一休みしてましたから、今月はたくさんアップしますし、あとは7月9日にゴースト獣王者の映画関連でおもちゃ付き前売り券が発売しますから、もちろんそれも並んで買ってレビューしますし、ベルトの到着は来月ですけど、仮面ライダーアマゾンズの地上波放送も6日から始まりますので、それも注目ですね。ただ僕はアマゾンズに関しては、先にプライムビデオでシーズン1は全部見ましたけど、めちゃくちゃ面白いですから、アマゾンビデオで見られなかった方は要チェックですね。ただアマゾンズを見るにあたって一つ注意点があるとすれば、正義の味方はいませんから、ヒーローライダーとかいませんから、そういう部分でもまた日朝系とは違った見応えがありましたね。以上、レオンチャンネルの今月のレビュー予定カレンダーでした。
しめた。ルー